2018年3月27日5時1分引退会見を開いた山中、左。高校とジムの後輩、村田に、神の左、を持ち上げられ、笑顔を見せた、撮影、早坂陽介、拡大、プロボクシングで国内歴代2位となる12度の防衛を果たした元 WBC 世界バンタム級王者の山中慎介、35、イコール定見イコールが26日、東京都内のホテルで会見を開き、正式に引退を表明した。リングへの未練はない。左拳を突き上げて会見場に現れた山中は、本日をもちましてボクサー山中慎介は引退します。寂しい気持ちは正直ある。でも、ここまでよくやってこられたなと自分自身に言ってあげたい、と清々しい表情で話した。王座返り咲きをかけた一日の再戦で、体重超過で王座を剥奪された前王者のルイス・ネリ、23、イコールメキシコイコールに2回 TKO 負け。試合後に引退を表明。あのような結果だったが、すっきりした気持ち。自分自身に勝つことができた、と振り返った。12年のプロボクサー人生のうち5年9ヶ月も王座に君臨した。第二の人生については、ゆっくり家族と過ごしながら決めていきたい。会見後に、高校とジムの後輩で WBA 世界ミドル級王者の村田亮太、32、から花束。長男、ゴースケくん、5、長女、ナシリノちゃん、4、から手紙などが手渡された。今、あなたにおすすめ。